法律藤岡総合病院は、群馬県藤岡市にある医療機関。藤岡市、上野村、神奈町、高崎市の西一町一村で構成される一部事務組合の、田野藤岡医療事務市町村組合が運営する病院である。藤岡市、上野村、神奈町で構成される、藤岡保健医療圏の機関病院であり、地域医療支援病院の承認のほか、各種の指定を受ける。 入院と救急外来は病院で一般外来は2002年4月に分離した付属の外来センターで受診する。ただし2009年3月19日に策定された公立病院改革プランで両者の再統合が検討され2016年1月から付属外来センター内に新入院旨の建設工事が始まっている。この節は 医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。一般病床19床はすべて人間ドック用である。2002年4月に分離したが、上記の効率改革プランにより、運営面の非効率や掛け持ちで診療する医師の負担などのデメリットが顕在化しているとして、再統合が検討された。当センター敷地内に414床の 新入院棟を建設することとなり、2016年1月に着工した、2017年10月の会員を目指している。ありがとうございます。